まあ、名刺の肩書きと同様にですね、オフィスの大きさ場所っていうのはその人の顔とも言えると思います。で、日本では一般的に地位が上がるにつれてより良い場所にまた大きなオフィスが与えられるのが通常です。役員になれば専用の個室と専属の秘書が与えられます。